全力で抱きついたりしてないもん。そっちの兄弟も仲良しよね。うちも負けてないけど。お姉ちゃん。私、兄、ゆいちゃん、サキさんとつながりました。ユイリと立石くんが結婚したらそうなるかもしれないけど。ダメですか？ダメじゃないわよ。ちょっとびっくりしただけ。やった！私にお姉ちゃんができたよ、兄！サキさん、私が妹だと困るの？妹の一人や二人、どうってことないわよ。嬉しいんだけど、ちょっと複雑な気持ちだわ。まあ、それはそれとしてお礼を言うわ。ユイリの気持ち、受け入れてくれてありがとね。大事な妹なんだから、傷つけたら許さないからね。紳士だものね、立石くんは。信用してるわ。お兄さん、おはようございます。早速二人の世界に入っちゃったわね。私だけの兄がゆいちゃんのものになっちゃった。私たちだけで楽しもうか、まゆりちゃん。はい、お姉ちゃん。まゆりちゃんが新たな妹になってくれてよかったかも。テニスと勉強と料理と恋愛術を教えてください。最後は私が教えてほしいくらいだけど、他のならいいわよ。やった、お姉ちゃん大好き。が悪いな、お前は。ひもって連盟って何ですか？冷たいな。教えてあげればいいのにな。できれば知りたいです、お兄さんのことだから。お兄さんはモテない男子ではありません。私にいっぱいいっぱいモテてます。うわぁ、なんという精神攻撃。俺は瀕死のダメージを受けた。キスだってしたんですから。ガーッ、お前もうそこまで成長したな、我が弟子よ。お前に教えることは何もない。邪魔するからよ。割とマジでダメージ食らいました。ごめんなさい。ゆいちゃん、そろそろ教室に行こうよ。
よ。ああ、うん、じゃあお兄さん、また放課後に。あっという間でした。特にお兄さんとまゆちゃんが編入してきてからは。当然のことをしてまでです。苦しんでいるお兄さんを放っておけません。私結構頑丈なんですよ。そしたらまた私が看病してあげますね。体も洗ってあげますから。ああ、いえ、なんでもないです。学園長の話は眠かったな。何かの催眠術かと思ったぜ。お前ほんといいや
宣言を撤回する。やっぱりお前は悪いやつだ。彼女とクリスマスを過ごすようなやつはみんな悪いやつだ。ホロベイ。お前には分からねえよ。お前にはな。それこそ大勝利じゃないか。彼女と妹とだなんて、独り身の男子からしたら垂涎者だぞ。あの平山先輩。え、俺？クリスマスって予定ありますか？よかったらうちらのグループと一緒に遊びませんか？いいの？はい、前から気になってたので。掃除聞いたか？それじゃあ、レーンの ID 交換しよっか。はい。連絡するかもしれないけど、とりあえずまた来年な。午前中で学園が終わりだなんて、すっごくお得だよね。明日から冬休みだから、一日中好きなことできるよ。はあ、冬休みの宿題がなければいいのに。いっぱい出しすぎだよ。あ、お兄だ。ゆいちゃんもいるよ。こんにちは、お兄さん。お兄さんに勝る用事なんてありません。おお、恋愛模範解答だね。勉強になるよ。ふんふん。でも私が行っていいの？二人のクリスマスなのに。そうなの？私はお兄さんと過ごしたいし、まゆちゃんとも過ごしたいから。ダメだよ。クリスマスは恋人同士でイチャイチャしなきゃ。しょうがないな。付き合ってあげる。そういえば、3人で出かけるのって初めてですね。いつも私とアニーカ、私とユイちゃんだもんね。あ、ユイちゃん、あそこで大道芸をやってる人がいるよ。行ってみようよ。ちょっとくらいいいじゃん。わかったよ。まんちゃん、いい子いい子。あのケーキ屋さん、行列ができてますよ。アニ、もしかしてあの店？ケーキ屋さんなら絶対美味しいですよ。楽しみです。ねえ、楽しみだね。私、マンホール全部食べられそうだよ。俺の分を食べるなっていう注意の仕方じゃないんですね。そういうところは優しいよね、アニここで買うケーキもいっぱい食べさせてね。私も食べたいです。もちろん、私とゆいちゃんでほとんど食べるんだよ。
後まで言わなきゃダメだよ。そうだ。大好きです。あ、バニーが真っ赤になった。甘酸っぱいね。まゆちゃんに忘れられちゃいました。大賛成。はい。食べ過ぎたよ。私も食べ過ぎたよ。お腹苦しいよ。に動かして、ワン、ツー、スリー。ワン、ツー、スリーかな。これだけ歩いてダンスまで練習してるんだから、食べたケーキのカロリーは消費したよね、アニー。裸を見せられないもんね。まゆちゃん。アニー知ってる？ゆいちゃんってこう見えてすっごく大きいんだよ、おっぱい。まゆちゃん。でも本当のことじゃん。だからってお兄さんの前で言わなくてもいいでしょ。まゆちゃん、お兄さんの前でエッチな話は禁止です。してません。嘘だ。してないったらしてないもん。ほんと？してないの？送ってくださってありがとうございました。